今朝はですね、大洲市の一店、青島、もちろん青島のラグビーですけども、この場所でやるのは初めてです。で、前はね、この前、部屋からやったんですね。で、ここを、湾岸道路が走ってまして、たくさんの通勤の皆さんが通られます。でですね、前に来られる皆さんは、ね、大洲市民ばかりではないんですね。多分 YKK に通勤される方も結構多いと思うんですね。この道路は、八号線でやる時も一緒です。大洲市民の方もいらっしゃるでしょうけども、大多数はですね、大洲市民以外の方だというふうに私は認識しています。今朝の散歩の方とお話しして、星川さんよくやってらっしゃいますねということで、声をかけていただいたんですけれども、私自身はですね、全く看板も何も出してないんです。上りも出してないし、だから一見するとただの変人に見えてもらえるというか、難しくないと思うんですね。それでもあえてこの活動をずっと行っているのはですね、政治に対する波動というものをですね、市民の方だけではなくて、言ってみれば国民の方にお伝えしたいという思いがあるわけなんです。で、実際にですね、国会市民の一つのシステムとして、解散というのはいつあるか分かりません。その時のためにもですね、やっぱり日頃から、この波動を出し続ける、これが必要だと思うんですよ。市議会議員であってもですね、やはり、政治団体というものをですね、持って活動しているわけでありまして、そういう意味からもですね、こういった政治的な活動に、で、みんな命をかけているというのは大げさですけどね、そのぐらいの思いでやってるんだということをですね、どうかしてもらえないかなと、そういうことがなかなか今までね、説明、しきれてないと思いますけども、ぜひそういうことですね、たくさん前に紹介してご理解いただきたいなと思います。